はい、東京パック2024王子グループブース前に来ております。早速ですが、王子グループが掲げる3つのソリューションについて伺ってまいりましょう。それではグローバルソリューションについて、王子マネジメントオフィスの田中さんと鈴木さんよりご紹介をいただきたいと思います。まずは田中さん、よろしくお願いいたします。グローバルソリューションコーナーでは、この1年で新たに加わった王子グループの環境配慮型ソリューションを展示しています。まずは欧州を中心に多くのブランドオーナー様にご採用いただいている高品質パルプモールド、こちらはまるでプラスチックのような質感を表現しているパルプモールドで、高精細、高微小、高平滑でありながら生分解、海洋分解が可能なのが特徴です。続いて鈴木より欧州の環境規制についてご紹介いたします。また EU では市場に出回る包装は2030年1月までにリサイクル可能な設計としなければならないとする包装および包装廃棄物規制、通称 PPWR の施行が来年2025年に差し迫っております。この厳しい規則に適合したソリューションにいち早く対応すべく、今年4月に王子グループの一員となったフィンランドワルキ社の環境配慮型パッケージングをご紹介しております。例えばアルミフリーの紙製蓋材やプラスチック仕様でありながらバリエーションのあるパッケージ、段ボールを展示しております。このように盛りだくさんなグローバルソリューション展示ですが、今回展示していますアイテムやソリューションはあくまで一例です。 PPWR に対応できる環境配慮型パッケージに興味のあるお客様、お気軽にお立ち寄りください。以上、グローバルソリューションについて王子マネジメントオフィスの田中さんと鈴木さんにご紹介いただきました。田中さん、鈴木さん、ありがとうございました。